マーサ21で FC 岐阜サンクスフェスタがあったので友達と一緒に行ってきた。まずはギフィのお家でグッズを買うために習いました。そこで5000円分の FC 岐阜の福袋とさやかちゃんとゆいちゃんにサインをもらったトリプル G タペストリーをゲット。そして今話題の FC 岐阜1000円ガチャに挑戦。結果はタオルでした。悔しいので友達にも挑戦してもらいました。結果はララちゃんのサインボールやったね。その後はキックターゲットに挑戦したり、シュートスピード測定に挑戦。友達が機材に直撃させヒヤリとしたけどなんとか大丈夫でした。午前中だけの参加だったけどとても楽しい週末でした。待ってるのは最高の週末だ。